DS PDS。 はい、スペルさんで来ましたね。皆さん、貯金箱は好きでしょうか。人生でね、絶対一度はね、多分人間はね、貯金箱を買ってね、貯めたことはあると思うんですよ。でもね、貯まりきった人はね、99% 中 1% くらいしかいないんじゃないですかね、貯まりきった人。まあ大きさにもよるんですけど、僕はね、貯まったことないです。で、現に今もね、実は貯まりきってはないんですけど、もう1年ね以上貯めてます。これ多分動画見た人ならわかると思うんですが、1年前もっと前ぐらいにこれを買って貯めてるんですよね。はい。で、これね、普通の貯金箱じゃなくて、これただのマネキンに穴を開けた感じで、それが1000円で売ってて、 100円かな、ドン・キホーテで100円で売ってて、それを買いました。で、これをね、今日はね、開封していきたいと思います。で、この中にね、果たしていくらね入ってるか、僕がね、もうどんだけね貯めたかっていうね動画です。まずね、重りを測ってみましょう。重りを測るって意味わかんねえ。この体重を測ってみましょう。ほらほら、俺片手で持ってないもん。ほら、やばい。ほら、いや、待って待って、片手で本当に持ってない。やばい。14キロ。もうあとちょっとっていうところで、でも結構溜まってるんですよ。ここはほら、多分ここら辺まで溜まってますよ。ここら辺かな。はい、ということでね、開けていきたいと思います。で、これまだね、溜まりきってないんですけどね、貯金箱って溜まる前に大抵開けるじゃないですか。それなぜか分かりますか。困ってるからなんですよ。もうその時にね、ちょっと困ってるから、ちょっと必要としてね、お金をね、開けちゃうんですよ、皆さん。で、僕は何に困ってるかというとね、ネタに困ってるんですよ。だからね、今必要としてるんですよ。で、開けてみましょう。え、待って、10万円ぐらい入ってんじゃないですかね。10万円、皆さん当ててみてください。僕の性格を考えて、僕ね、あの1円さ、1万枚、あ、1万円を1円玉に両替したやつあるじゃないですか。あれは入れてないです、ここに。あれはなんかお母さんがセブンイレブンに全部募金しに持っていきました。なので入ってないです。開封ですよ、開封。ちゃんと溜まってるかな。まあ、溜まってること間違いないんですけどね。おでは出していきたいと思います。1年以上食べたお金、よし、これで全部だ。うお、大量大量。小金持ちだ、小金持ち。これから小金 MC になろう。見てください、これバランスよく揃えましたよね、お金。お財布の中に入ってたやつをね、全部入れたんで。ではね、これ全部でいくらあるかね、数えていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、って思ったそこの君、実はね、これを買ってきました。でねー、効果をじゃらじゃら自動カウンター500円でドンキで買ったんですよ、この自動コインカウンター。安くないっすか。多分セブンイレブンで働いてるね、こうアルバイトの方とかね、これあったらすげえ助けるなって多分思ったと思いますよ。ではね、開けてみましょう。これちゃんと使えるかな。では今からね、数えていきたいです。で、どうやって数えるかというと、ここにお金入れて、こう出たお金はこのゴミ箱に入る仕組みにしていきたいと思います。多分すぐ満杯になっちゃうんで、ではやってみましょう。ちゃんとできるかな。あ、大丈夫大丈夫、カウントされてる、しっかり。よし、あ、すごいすごい、天才だ。やべ、オンでチェック。おー、しっかりしっかり見れる。今ので3373円で、こっからちょっと一回確かめてみましょう。10円入れてちゃんと増えるか。おお、増えてる。大丈夫だ、これ小銭を出してもちゃんとカウントされる。よし、このまま続けていきましょう。ちゃんとできてますね、カウントされてる。すごいすごい、これおいおい、何
してんだお前。はい、1時間ぐらい経過しました。10円玉がね999枚以上いくとねカウントされなくなったんで、1回ね消去して、これ全部のデータをね書いといて、そっからね2つの合計をね取りたいと思います。なのでこれをちょっと消去したいと思います。はいはい、ということでね結果発表していきたいと思います。僕がね1年間で貯めたこの貯金箱の中身はドゥンドゥン11万714円でした。イエーイ、もうね人生で一番貯めた小銭ですね、貯金箱は。人生で一番貯めましたよ。やばくないですか、11万ですよ。これで 3DS10 個ぐらい買いますね。てか 3DS ねまだ届いてないんですよ。早くしろよって。あのね15日に申し込んだんですよ。だから1ヶ月、なんか最低でも1ヶ月かかるって言ってたんで、もうそろそろ届かないとちょっと切れまんぼですよ。はい、まあ、それ置いといて、11万714円で、一つ一つね言ってみましょう。1円玉が1102枚、5円玉が594枚、10円玉が1233枚、50円玉が326枚、100円玉が625枚、500円玉が31枚。もう500円玉すっごい少ない。あのよくさダイソーとかさ行くと500円切れですとか言って、500円なんかくれ的な感じで言ってるんですけど、もう少ないですよね。多分生産してるのも少ないから、やっぱ切れちゃうんですかね500円玉って感じです。で一番使ってるのがやっぱ10円玉ですね、1233枚。はい、もう1円玉を上回ってますからね。やっぱな、1円玉ってこう細かいからね使わないんですよねって感じです。はい、で今後ねこれこの貯めたお金どうするかというと、新たなね超でかい貯金箱買ってまた数年間貯めていきたいと思います。なんかガクトもねよく貯めてるらしいんですよね、こう小銭をポンって。でそれで姉貴がね取ってねっていうエピソードがあったんですけど、いやガクトみたいにねなれたらいいかなと思います。はい、形から入る男 YouTuber 断定でございました。ということで全員みんなも貯めてみましょう。PDS 株式会社チャンネル登録よろしくよろしくよろしく。